どうも、ピュアキングです。今日はこのコースやっていきたいと思います。ウェンザレベルイズダビオス、カッコトロール。怪しいコースということですかね。まあそんなことよりも、今日はスーパーマリオワンダーの発売日。それでもマリオメーカー2の動画を上げている。新しいことを挑戦するのに、ビビっているピュアキングです。発売日になっても未だにやろうかな。全然決断ができないままここまでやってきてしまいましたね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.7%。 まあスーパーマリオワンダーさっき買ってきたんですよ。だから手元にあるのはあるから、もしかしたら実況していくかもしれないです。まあみんなもですよ、開幕青にゃー。もうね、見てる方は見てると思うんですよ。発売日12時になったらクリアまでやるとかいうことをね、ライブでしてる方絶対にいると思うからさ、まあ、そんな中遅れて僕が動画を出していいものかと思うわけなんですけどね。やめた、やめた、やめた、やめ、やっぱりまだだったか、あの30コイン。じゃああの30コイン無視してこの先進んでいこうか。うるさい、うるさい、うるさい、ヘゴどうせよ。面白い、このバネで超飛ぶやつ。じゃあ右押し一発しながらジャンプしろっていう感じかな。じゃあどうすんだ。右がダメってことなら左向いたままジャンプしてみようか。3回目ならしゃがんで照射してみる。あ、こんだけでよかったのね。そうしてリンクを取って、分かってるぞ、分かってるぞ、この下に行ったら僕は戻ってこれなくなるっていうのがね。あれ、上行けない。じゃあ下行ってみる。これでお前来るの遅いんだって、トゲベッ。しかも上も行けねえしよ。じゃあ僕はどうやってやられればいいんだい。誰か来るのかい。あ、よっしゃ、トゲベッよ、早く出てこい。分かってんだ、お前がその辺にいるっていうことは。出てこないね。何かきっかけがないとダメっていうことから、右ギリギリまで行ったら、トゲベッ、右ギリギリまで行かないとこのトゲベッが落ちてこないっていうことだと思いますよ。さてこの30コインは分かりやすい罠だな。これ取ったらさ、砲台がポンって押し寄せてきて僕を潰すんじゃないの。だから絶対に取りませんよ。なんもないかい。やられる準備してたんで、正直言ったらさ、今この氷ブロックはすり抜ければしない。じゃあ右側にジャンプしてていいのかい。ここで大ジャンプしてていいのかい。魚フューチャリング花、魚を踏んだ後ジャンプ入力を離さなきゃいけない。超高等テクニックだね。オッケー。でこのフラワーは取って、あ、取ったら戻、あ、分けたけど、上から戻れない、戻れない、戻れ、戻れ。やるやん。隠しブロックを叩きます。そうしたらバブルが下の氷を溶かしてくれるっていうわけですけど、これ戻るとき何が変わってんじゃないのか。下届けるとパンって上に来んだよ、絶対上に来んだよ。ジャンプ、おお、行くぞ。ハくっそ、小さかしい罠を用意してきやがって。あの USA はいるやつだね。この左の奥は届いて何が出る。 USA 分かってんだよ、いるっていうことは。もう一回ワンちゃんやり直しさえキス化してくれたら僕が全てを許してあげるよ、制作者。てめえ、なんか今日はすごい神コースの予感がプンプンするね。まあ僕がね、トロールコースで神コースって言ってる時はプレイヤー側をめちゃめちゃ笑かしてくれるか、それともね、とてつもない作りになってるか、どっちかだと思うんですけど。そんなバレリア引っかからねえや。さあこの先中間ポイントみたいなのが見えるけど、あの中間ポイント乗らせてくれたかい。ドクロリト、お前は乗っても何もしない。あのこそが、もうやめろって、いつもいつも中間ポイント前で罠を仕掛けてくんのなんです。ダメージがいつもの2倍3倍ぐらいになるんだって。じゃあここは右押しっぱでいいでしょうね。取らせろ、中間ポイント取ろうか。なんだよ、僕は何をしたって言うんだよ。左の毒は戻れでした。なんだよ、何が来る。ババギョー、コメントでね、中間ポイントを取った時の喜びがゴールを超えてるぐらいの勢いってよく言われるんですよ。だから中間ポイント取った喜びをちょっと抑えようかなって思います。よし。ここからどう。よし。これ右行かせろって、左からダッシュしたらいけるのね。さあドアに入っていこう。まあ今ぐらいの喜びだったら控えめぐらいで可愛いと思ってくれた方いるんじゃないのかい。さあこのキノコを取っていこうか。そしてこの魚に渡ってよかったのかな。一旦このパウ発動、発動できないね。右にも行けない、僕はもう戻るしかないのか。戻ったら何がある。バックンチョ、音符を叩く。で魚をかわしつつ右に進めばいいのか。で、あのガリガリの下のツタンところ、絶対下から砲台がポーンって何が来るよ。ほら、分かってんだ、そんなことは。
左で行けるかな。動きませんね。砲台を落としたらすぐ左のツタのところまで行こうか。でこのツタに捕まっておくのか、左のスネークブロックに乗るのか、どっちなんだい。僕はスネークブロックを信用するよ。お願いするスネオ。スネオ君、なぜ君は僕をいじめるんだい。君にもアイテムなんか貸してやらないよ。でガリコプター、そろそろ真面目にやります。僕は真面目にやればね、ちゃちゃっと罠を回避しまくれるっていうところを見せたいと思いますよ。さあデカ記録を取って、ここ隠しブロックあるんでねえの。ない。あれ、もうちょっと僕を騙そうとしてくれよ制作者。じゃあこの上の隠しブロックが出てきたけど、この隠しブロックはどういう意味があったんだろうね。じゃあパンをして左のパンを叩きます。でこれオンオフどっちの状態でいけばいいんだろうな。オンの状態でいってみようか。なぜかって僕は赤の方が好きだからさ。でこのバネに乗ってぶっ飛びます。あれね、このオンオフ絶対後で重要になってくると思うんだよな。まあ2分の1の可能性にかけて赤の状態でいきますよと。でここは何もしてくれる、その隙間から魚とかいろいろ落ちてくるね。オンオフをした瞬間、いやもう右なしで行こうか。右なしであのとかに入って、うわあ！あっちに行けばいい。お、行けねえぞ。あの、あれ、いや右から行ける可能性もあるよな。下からチューッと出てくるとかそんなことはないよーって。オフ状態の時に行ったらどうなってたんかな。もしかしたら罠が何か変わってるっていう可能性もあるから、それはそれで見てみたい気持ちもあると思ったけど、ここでオンオフが強制的に変えられんのね。じゃあオンオフをします。で砲台が落ちてきてこのドアに戻れっちゅうことなんじゃない。でこっからだよな。リンクを取って持っていいのか、スネークブロック。いやでもこのスネークブロックは右に行くよね。オッケーオッケー。で下に行けみたいな。これね、僕がツタを掴むの忘れてたって思うでしょ。違うのよ、このツタさっきは左だったんだけど今度は右になってんのよ。そんなわかるわけないって。じゃあ今度は戻っていいのかな。一旦音符叩いてみようか。音符叩いても何もない。じゃあこの扉戻ったらブラパがいたとは思うんだけど、やられてくれんのね。さあドアに入っていこうか。ドアじゃないのかね、なんか久しぶりに間違えた気がする。あっ、あいや、いけるか。壊していいのかい。爆弾で壊したら中間ポイントが取らせてくれんのかい。頼む。はあ。どうにかしていけるかな、中間ポイントまで。ジュリエット、まだまだ素直に取らせてくれるとは思えないね。じゃあここはもう当たってもいいから爆弾を出してすぐに下に行こうか。そして左を進歩でいいんじゃない。頼む、なんじゃこりゃ。全部壊れたら絶対無理じゃんか。ここ分かったかもしんない、爆弾を落としちゃいけなかったんじゃない。この辺ぐらいで爆弾、ああ勝手に壊れてくれんのね。で下に行ったらブロックがなくなるとかない、大丈夫。よっほほほほほ、取れた、やった。シャッ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 トレーズ、残すはゴールのみだよ。さっきは触れなかったけど左の花ちゃん煽ってるようにしか見えませんね。どういう意味で設置したんでしょうか。さあここは一旦このブラパブラパじゃねえ、クパクラを上にやっておこうか。上にやって大丈夫だったか。これは USA、 あ、これいいんじゃない。このまま上に行きます。多分このクパクラを下にやったままだったら、USA 記録を取られちゃったかもしれないね。でこうか、あ、やべえミスった。あの弾乗ってこいっちゅうことか。雲抜きます、弾乗ります。で弾抜いてパックンポーン、イメトリはバッチリだね。まあこのコースにおいてそんな素直に進ませてくれるとは思えないけどね。急に弾が壊れるとかそんなことすんなよ、絶対すんなよ。いけるか。なんで2個あんだよ。弾が2個重なってるってことは砲台も2個重なってるってことかな。いや面白いこの仕掛け。じゃあここでバックを倒して P スイッチを踏まなきゃ先に進めなそうだね。だから P スイッチを踏んだ瞬間すぐ左、いや合ってんじゃない。なんかブクブクみたいなのが落ちてきてるけど、こいつらは無視していいでしょう。さあ土管に入っていこうか。そしてここは下に行きますが、何どうした急にこんなの。うわすげえ邪魔。え、これもしかしてさ、このブクブクのせいで下に行けないとかそういう感じなんかな。やった、下に行かせて。
抜けってマリオ。いや、当たればいいんじゃない。当たったら下に行けるよな。こんなところガチブロックなんか設置するんだって。調査かな。さっきはさ、ここにあるコインかなんか取ってたんだろうな、きっと。だから P スイッチを踏んでも先に進めたみたいだ。いや、怪しむって大事なことだよな。じゃあここは砲台の上に乗ってみようか。そしてこっからどうすればいいかなんだけど、うわ、すごく気持ち悪い。なんか画面酔いしそうだな。あの30コインのところがダメだったような気がする。だからこの下ぐらい。オッケーオッケーオッケー。で、このキノコを取って、あのブロックを壊してんだ。先に隠しブロックを出しておく。で、このブロックを破壊して、左のブロックも破壊して土管に入る。右と左もちょっと気になるところなんですけどね。そろそろゴールがあってもいいんじゃないでしょうか。あの砲台すごく怪しくないですか。あそこにゴールを隠してるとかそんなんなんじゃない。右から10マス目だったらワンチャンあるんだけど。え、これどうやって行けばいいんだろう。一旦左に行ってみようか。じゃあやめろ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 。ブラパイよ、どこで出るんだ。あ、これ先当たっちゃえばいいんじゃない。この鉄球に、この鉄球に当たって右のリンクを取りますみたいな。いや、当たんねえのこれ。絶対当たっちゃうよね。だからブラパ、もしくはこのつららに当たる必要があるみたいな。そしてこのリンクを取っていこう。で、僕ね、もう思ってることがあるんですよ。これさ、爆弾出すじゃん。そしたら右の砲台が出てきて左の土管に戻そうとするんじゃない。縦で捨てようとしたら、ほらほらほら、そんなん分かってんだよ。そしてこの土管に入っていく。お、今見た、ゴールがあったじゃないか。頼む、こっからゴールをさせてくれ。この下に行ったら何がある。ヒント。え、ヒントって何。ヒントって、でも、もうキャタマンね、このネガキノコを取ってあのブロックを壊す。そしたらゴールが現れるから、そのゴールにつかめばいいんだ。頼む、やった。いや、このコースすごいちょうどいい難易度だったね。中間ポイント戻しもないし、特段鬼畜すぎるっていうわけでもないから、めちゃめちゃ楽しめました。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ、ハンマーステップス一発マリオ、実況者へ挑戦状56、チャレンジ数めちゃめちゃやばくない、1893人。はい、すいません、滑舌の悪さが出てしまいましたね。1813人チャレンジしてるのに、まだ1人しかクリアしてないんだよ。絶対相当難しいと思うんだよね。まあ、ハンマーブロスを階段上に設置してるから、そいつらを全員倒せっていうコースなんじゃないでしょうか。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.05% で、初めに言っとくわ、難しすぎたらクリアテイク無言になっちゃうかもしんない。で、ゴール条件はハンマーブロスを全て20点以上倒してからゴールで、時間は10秒しかないのか。待って待って待って、もうこんなん無理じゃんか。どうすりゃいいのよ。まあ、こんなのあらかた決まってるんですよ。クライマックスを踏んでってみる。いや、でもなんかクリア率の割にいけそうな気配がないね。このね、4体目でどうしても当たっちゃうんだよな。長くなりそう、このコース。3体踏んでくるりんしたらハンマーに当たっちゃう。ってことは2体目でやってみる。2体目だったら4体目の出すハンマーをもしかしたら避けれるかもしんない。きたきたきた。もう一回8体踏んだ後にくるりん入れてみるか。ここ9体目の前に大ジャンプ。え、じゃあどうすんの。クルリンもダメ、ダイちゃんもダメってことは、ここでジャンプ調整か。きたきた、それもダメ。マジでわかんねえ。7体目ぐらいからこっからクルリンしてみる。もう僕はダメだよ。みんなこのコースクリアできる気がしないね。説明文にさ、焦んなかったら簡単にクリアできますみたいなこと書いてたけど、もしかしたらそれがヒントになってるみたいな。なんか今挙動おかしかったな。たたって連続で踏んだ時があったんだけど、そうやってクリアしていけみたいな。いや、絶対そうだ。攻略を見つけたぞ。ただそれが分かったところだよ、いつ連続で踏んでくれるか分かんないからさ。いや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 、これどうかしやろうか。むずい、むずすぎる。あ、もうクリア方法分かったから、無言でクリアテイクを流してもいいんじゃないかなと甘えてる自分がいますね。これむずー、むずいよ、あんたにむずいのよ、このコース。みんな助けてよ、これで頼む、お願いします、神様。もう戦意喪失しちゃってさ、もう何もしたくない。あー、ダメだダメだ、なんか弱気になってる自分がいる。逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ。このテイクで絶対にゴールするんだ。
冗談じゃん。ちゃんとやめて。絶対騙されなかったらいるんじゃないの。お、そんなとこスパーあったんちゃうみたいな。騙されてやんの。もう真面目にやるわ。そろそろクリアしたくなってきた。柔軟引き目ぐらいまではいけるんだけど、そっからがなかなか進めない。やったー。やったやっとクリアできた。いや、ほんとめっちゃ難しかったよこれ。しかも見てくださいよ皆さん。最速まで撮ってる。これはやらないことをぜひおすすめしますね。ということで、頑張ったなって思ってくれた方はぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。どうもご視聴ありがとうございました。